7時10分頃から出る？ちょっと変えなくてはいけない。朝です。本当だ、今野球してる。朝ごはん食べます。ヨーグルト。ヨーグルトと、やばいじゃん。今日は何スペシャル？おはようございます。今日は稽古、舞台の学校行って稽古してきます。今日寒い？昨日よりは寒くなるって言ってた。朝からとんかつ食べたい。うん、とんかつ美味しいよね。今日風強いんだ。やばい、そろそろじゃない？ちょっと朝デス見ながら配信。テクサの時のハプニングは、前の私がバトンをもらう男の子がこけて倒れてきちゃって、私にバトンを渡す時に、それで私がの足がその子の下敷きになって、足をこう引っこ抜いたら靴が脱げちゃって、靴下のまま走ったっていうお話です。今日は何特番？お披露目の様子とか。フランスのヨーグルト。何？すごい。朝でしつけて、私は靴下のまま走りたくなかったから、自分の靴を履こうと思ったんですよ、脱げたから。そしたら横にいた陸上部の先生なんだけど、立花そのまま走れみたいな。言われてそのまま走りました。さんでしたね。でもあのハプニングがなかったら、まだあのハプニングがあったからさ、順位がね、最下位になっちゃったんで。うん、本当に練習でよかったなって思います。
ろそろじゃない。たまにさ、8時近くにさ、放送される時あるじゃん。結構終わりらへんに。何食べてん？ヨーグルトに蜂蜜かけたやつとキウイをのせました。めっちゃ美味しい。ヨーグルトは本当に美味しい。うん、まだだね。それと味噌汁を飲みます。え、アレルギー？キウイのアレルギーとかあるの？すごっ。美味しいね、キウイ。なんかさ、好きなものがアレルギーやったら嫌じゃない？ね、みずほペイペイドームになったね、そういえば。サッカーになった。今さ、インスタとかさ、TikTok とかさ、あの、なんだっけ、7期生のキャッチフレーズの動画が上がってるじゃないですか。あれをね、最近なんかもう最後のあやねちゃんまで行ったのかな。いった、うん、今日見てるんですよ。ヨーグルト種類おすすめある？無糖のやつがいいです。砂糖が入ってないやつに蜂蜜かけた方が、もともと砂糖入ってるやつより美味しいです。床がお気に入り。なんだっけ、ちょっと愉快な言うか、これは床みたいなんだよね、確か。キャッチフレーズ覚えない、覚えたいの。
れますね、配信、配信しかないでしょ。ヨーグルトと味噌汁は合いますか。合います、全然合います。なんかさ、ヨーグルトだ食べる、なんかパン食べるからヨーグルト食べようとかさ、ご飯食べるから味噌汁飲もうとかないんだよね、あんまり。何でも組み合わせは何でもしちゃうんだけど、全然ヨーグルトとご飯食べるし、白ご飯変わってるよね。ん？え、待って、私もう学校出る時間になるって早く。うん。あなたの目線に、あなたの心に、ひなはずっとそばにいるよ。そろそろ？いつもさ、何分間ぐらい会ってるっけ。10分くらい？やばい10分くらいあるならちょっとお家出る時間になるかも。え、録画してない？うん。え、ちょっと持ってきてくれ、リモコン。もう一個ですね。急げ急げ。あ、来た。これじゃない絶対。ほら。いや邪魔。あ、ななかちゃんじゃん。なんかめっちゃ6期生がこれ最初映るよね、よく。これで最後かな、朝ですの特集も。Thank you.
めっちゃ汗かいてるやん。かわいい、めっちゃ緊張したけど、アイドルになったんだなって思いました。実感が湧いてきました。個人だけでなくチームとしての課題がめちゃめちゃあった。選手はここからより強度を高めて細かな表現を修正していきます。めっちゃ見てる。ね、これ私映るかな？あららパーセントって言ってる。うんうん、やつ。七期ポーズってね、これらしいよ。これじゃなくてね、これらしいよ。確かに七じゃない？こうやって。せんばなとかめっちゃ方言だね。実は龍頭さん、今回とても重要な役割を担っていました。それは流れ的にはまた後で細かくやるときに説明していくんだけど、一人ずつの相談室からだから頭の中のあなたたちにめちゃめちゃ育ってる。今めちゃめちゃ美味しく夜の公演はおなってます。なんか全然反応しない。ちょっとさ、鏡どかして、その。
ちょっとさ、シック取ってくれん。撮ってくれ。録画。右右左左。押して。よし。それでは終わりたいと思います。13位。よし、ハンチャンデさんありがとうございます。チームチカクさんありがとうございます。チームパーロンさんありがとうございます。チームホタテさんありがとうございます。チームハマロさんありがとうございます。チームカトッペクありがとうございます。7位クロさんありがとうございます。6位タウンサカナさんありがとうございます。5位マイナコありがとうございます。4位ノリッペさんありがとうございます。3位ミジェジニアさんありがとうございます。2位ヘタッピさんありがとうございます。1位ヤスさんでした。ありがとうございます。では。ありがとうございました。行ってきます。バイバーイ。